はい、皆様こんにちは。ラジオの前の皆様、はい、はい、お元気でいらっしゃいますか。時計の針が2時になりました。1週間ぶりのご無沙汰でございますが、ね、はい、そうですね。なんか除湿器が何除湿器が、ね、どうしたの。すごいね。え、前からあったっけ。あったんじゃないでしょうか。ごめん、余計なお話。はい、はい、ということで、はい、2時になりましてですね、はい、いつものように番組がスタートいたしましたけれども、はい、今日は、うん、ね、ね、2人で2回目です、2回目の、はい、ね、はい、あの番組ということで、はい、あのジャックさんが今日はお留守でございます、うん、なんかハプニングが起こったようでございましてね、うん、それでもなんか2人は、はい、そうですね、ね、うん、あの、うん、1時間前に、うん、まあ、いつものように入って、はい、まあ、準備をしている最中でも、うん、あの普通だとね、うん、遅いとこう心配をするけれども、うんうんうん、なんか今日はね、うん、私ちょっと早かったでしょ。少しいつもよりはね、いつもよりはね、うん、だから少しね、うん、あのゆとりがあるというか、うんうん、余裕があるのかなと。そうですね、うん、まあ、いつでも時間的なゆとりを持った方がね、うん、そうですね、慌てずに済むということもありますが、うん、はい、あの、まあ、うん、今回はね、今日は2回目の、はい、ジャックさんなしで2人で、はい、頑張ろうということで、はいはい、あのまあ、無事に、うん、ふふふの、ね、番組スタートの ね、はい、あの、うん、音楽も、ね、流れましたので、無事にもう1時間、ね、はい、これからもう順調に進んでいくと思いますので、はい、どうぞ皆様、ラジオの皆、はい、前の皆様、よろしくお付き合い1時間、はい、お願いしたいと思いますね。はい、はい、うん、それでは、はい、私たちの番組は、はい、あの健康1番、うん、命が2番、うん、でも命も大事なので、うん、ね、そのためには日頃 の、うん、その生活、うん、そうです ね、習慣、うん、意識、はいはい、心構えというか、はい、ね、うん、そういうことをいつでもこう、はい、口に出して、はい、ね、はい、言い合って、うんうん、でね、また気がついた時には、うん、はい、あ、そっかって言ってこうね、うんうん、そこからまた始めていくっていう感じで、うんうん、声かけをするのが一番ね、はい、うん、大事かな、うん、ということで、はい、まあ、この1時間の中で、はい、少しでもあの、ね、皆様にお役に立てる、うん、まあ、情報とか私たちが経験したことをね、はい、お話ししたり、はい、うん、で楽しい音楽でまたのんびりと、うん、おくつろぎいただいたりということで、ね、まあ、私たちの声だけで癒されるって言ってくださった、あのーね、まあ、たまには、はい、たまにはね、どぎもしますが、はいはいはい、1時間楽しく過ごしていきたいと思います、うん、はい、そうです ね、はい、ね、やっぱりね、うん、あの言い続けるというのはすごい大切なことでね、毎日また同じことをでね、うん、あの思うかもしれないんですけども、はい、やっぱりあのしつこく、まあ、しつこくでもいいか、そうですね、うん、いいことはね、うん、いいことはやっぱり走っていって、はい、あの言い続けるっていうのは大事じゃないかなってつくづく思いますよ。そうなんです、うん、あの、まあ、しつこくっていう言葉は、うん、まあ、悪い方に捉えるとね、うん、あの、あれなんだけれども、うん、いい方に捉えると、ね、本当、あの本当に熱心で、うん、真剣にっていうこと、うんうん、なので、そうですね、はい、真剣に健康を考えて、はいはいはい、楽しく人生を、はい、うん、ね、特にね、うん、まあ、我々ね、うん、私ね、はい、フローレンスは少し若いでしょ、みんなのもう同じよ、はい、同じよね、うん、うん、もう還暦も過ぎるとね、いっちゃった、うん、50過ぎたらもうみんな同年生みたいな感じで、そう、ね、うん、何かとね、うん、忍び寄ってくるものっていうのがやっぱり感じられる、お年頃にね、はい、なりつつありますんで、はいはい、どうね、うん、お体を大切にしながら、うん、ね、はい、毎日が過ごせたらいいなと思うこの頃です、はい、そうですね、はい、はい、では今日早速最初の曲お届けいたしましょうか、はい、そうですね、はい、キャサリンがいつも選んで、はい、選曲して ね、まあ、ね、うん、くれてます。素敵なね、うん、歌なんですけども、うん、いいですか、はい、はい、じゃあライオネル・リッチーとダイアナ・ロスで、はい、エンドレス・ラブ、はい、
どうぞお聞きください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。ねえ、素敵な歌でした、まあ、素敵な癒される歌ね。そうですね、はい、気持ちよかったね、はい、うん、ところでさ、はい、ところでさ、2人とも今日紫じゃない。本当よね。ねえ
ね、そうなのよ。そうインナーもね、紫の花柄で、キャサリンはそうそう花柄で、ストールが紫のね、淡い色で、うんうん、藤色かな、うん、ね、であなたフローレンスはね、うん、同じ紫の何とっくりで、ね、素敵なあのレースのキラキラが入ったストールっていうかね、はい、まあ素敵ね、うん、合わせたみたいね、ほんとね、はい、だんだん大人の色よ、これ。あ、そうね、紫はあのなんだって、妖艶ないね、自分たちで言ってる、そう褒め合ってるんですけども、うん、でも私大好きよ紫、私も好きなんです、はい、ね、うん、どっちかというとこう、うんうん、高貴な色っていうかね、そうですね、うん、あのモニターで見ると、うん、あの目立たないパッとしない色なんで、うん、すけれども ね、うんうん、ね、でもね、ここもあのスタジオもね、うん、結構同じ色が紫がねありますよね、うん、読みたん、そうね、FM 読みたんの、そう、あのマークもね、読みたんのね、うん、あの字もひらがなも読みたん、当たって読みたんは紅芋でしょあ、だから紫が、なるほどね、はい、なんですね、そうです、読みたんの色なんです、あ、はいはい、あれよかった、私読みたんに染まってて、ね、読みたんが大好きってね、ケサリ言ってましたが、うん、あの、うん、なんかね、うんうん、はい、歌に行きます、もうね、はい、じゃあ歌いっちゃいましょう、行きましょうか、はいはい、話はその後でね、そうですね、はい、はい、じゃあ、2曲目はビヨンセでワンナイトロンリーオンリーはいです、はい、どうぞ。
はい、時計の針はもう2時17分をね、うん、回りました、たくさんあのお知らせといいますかあの告知もありますのでね、したいと思いますが、ですね、もう12月に入りましてね、うん、だんだんと慌ただしい、ね、 そうですね、そんな感じが日々してますけれども、うん、ここで、交通安全クイズのお知らせをしたいと思います。年末年始交通安全県民運動実施にあたって今年も交通安全クイズを実施いたします。クイズの出題は12月21日日曜日から12月26日金曜日の1週間、1日1問朝昼夜の3回クイズを出題いたします。クイズの回答用紙を FM 読谷と嘉手納読谷のコンビニエンスストア給油所にて配布しています。すべてのクイズ出題後 FM 読谷に設置された投函箱に30日までに投函してください。全問正解者には抽選で豪華景品をプレゼント。クイズの回答と抽選の発表は年明けの1月3日 FM 読谷の新春特番内にて発表です。ラジオインターネットをお聞きの皆さん、さあみんなで交通安全クイズに挑戦してみましょうということで、交通安全クイズのお知らせでございました。はい、はい、さあ先ほど ね、まあ、うん、話でねこの、はい、私たち、うん、まあ、来てるのがたまたまね、はい、紫色っていうことで、はい、まあ、読谷の ね、あの紅芋、芋、ね、のも紫、そうといえばそうですね、紫といえば紅芋、紅豚紅芋食べさせてる紅豚とかね、うん、昔は当たり前に紅芋を、うん、お芋を豚に餌として食べさせていたんですが、うん、今は食べさせてますよと、ね、はい、うん、はい、特別に食べさせてるっていう、あ、ね、まあ、感じになるんですが、はい、昔普通に食べていたのが今はそうでなくなった、そうですよねっていうのがあったりしますよね、うんうんうん、だって芋って高いですもんね、また買うと。そうです、焼き芋の紅芋もね、美味しいですよね。私、うん、ここね、あの帰りながら、あの、あるじゃないですか、あのユンタンザ市場、うんうんうん、そこにあの時々寄ってね、はい、あの芋買って帰ったりするんですけども、はい、ね、わりかし高いもんね、焼き芋にしちゃうと高いですよそうなのよね、昔はだってもう嫌っていうほど、うん、ほら、ね、あの食べさせられたからもう芋見るのも嫌っていう人もいますが、うん、私はもう芋大好きで、うん、私も好き、天ぷらにして、うんうん、しているのを買って食べたり、うん、もう 買って食べるときは1個だけっていうふうに制限をして、うん、そっか、ちょっとカロリー高いかしら、うん、そうね、自然に蒸して、うん、もうあの焼き芋とかだったらこう皮ごとね、うん、もう平気で食べちゃってたりしますけれども ね、あの皮に栄養があるっていうんで、そうですよね、今皮の栄養が見直されているというか、あ、そうだわ、あのちょっときれいに洗ってね、そうそう、あのオーブントースターでうん、また焼くと美味しいと。あ、そうですか、うん、香ばしくなるとね。そうでした、これ新庄敏子が言ってましたけど、近くの。そうですか、うん、まあ、そんなこんなでね、うん、やっぱりこう、うん、何気ないこの素材でも、うん、できるだけこう自然に近い形で食べると、はい、うん、丸ごとその植物の栄養が取れるから、ね、ですよね、うん、美味しいよね、紅芋特にね、美味しいですよ、読谷の今はね、美味しいですね、はい、うん、では、はい、歌に行きましょう、はい、ね、最近はちょっと雨が続いたり、ね、ね、しているんですけれども、はい、一雨ごとに、ね、はい、もう今日もね少し、昨日よりちょっと冷えてきたりしましたけれども、ね、一雨ごとにもう冬が、はい、ね、だんだんとこうね、はい、本格的にこうなっていくというそんな感じですね、はい、では次の曲は、はい、雨音はショパンの調べ、はい、小林麻美さんの歌お届けいたしましょうね。
はい、雨音はショパンの調べに乗せて、ね、調べにピアノのね、はい、音色がね素敵でした。素敵でしたね。あ、うん、ピアノ弾きたい弾けたらいいですけれどあんた弾けるのって言われたりして、ね、はい、ということで、うん、ね、ね、はい、紫続き、はい、ね、紅芋、ね、お野菜ではナス、そうです ね、秋ナスは嫁に食わすなと、うんね、言われたりしますけれども、ね、そうね、まあ、うん、美味しいから、はい、美味しい ね、うん、昨日ですね、あの夕ご飯は、うん、あの久々にうちあの主人とね、うん、昨日お休みだったんで、はい、久々に手作りで、まあ、手料理でもと思って、そう、うん、2人しかいないし、だってそうですね、もうこの年齢になるともう、ね、うん、そうなの、ね、子供たちがこう、ね、それぞれ、ね、うん、独立していって、うん、2人だけっていうのも結構、はい、ありますもの ね、そうですよね、うん、それでね、うん、あの大戸屋って、はい、大戸屋ね、はい、レストランというかあるでしょ、うん、はい、そこで食べた、うん、あのクロスあんかけの、うん、何だったっけ、それを食べたのね、うん、でそのクロスあん、クロズ、うん、あんかけを買ってきて、うん、このナスをフライして揚げて、うん、あのチキンも揚げて、はい、で玉ねぎと人参と、うん、ピーマンと、まあ、うん、いろんな食材が炒めて、そう、うん、炒めて、うん、この黒酢あんかけを、うん、したのね、うん、かけてね、うん、食べたの、うん、そしたらね、うん、あのなんて言ってた、そういや美味しいねって言うから、うん、どういうふうにこれあのあん、あん、うん、このソースというか、はいはいはい、このあんはどんな種作ったのって、美味しいじゃないのって言うから、う、実はねと、まあね、うん、あの久々にうん、語らいながら、まあ、夫婦の会話をしたということでねそうなんです、ございますけれどもね、うん、はい、でそのナスとかね、まあ、紅芋とか紫、うん、そうですね、色にはね、色のついたお野菜を、うんうんね、あのうんとうんとね、はい、あの入れるとね、あのいいと思います、そうですね、だから何がいいかなって、うん、ちょっとね、うん、あの歌に行きますか。いやいや、歌いく時間がもうないんです、ま、あ、そうなの、あら、喋りすぎましたっけ、はい、あの今日はもう歌は、ね、はい、このコーナーでは1曲しかご紹介できませんですけれども、はい、まあね、あのいろんな食材をね、うん、こうふんだんにこうね、うん、あの色とりどり使うっていうのをこう、うん、意識してね、そうですね、お料理をするとまたいいのかもしれませんね、うん、はい、はい、それではまたコマーシャルに、はい、そろそろ行きたいと思います。それではコマーシャルです。はい、どうぞ。あっという間にね、うん、さあもう時計の針も2時30分になりましたけれどもね、はい、またここでお知らせです、中学生の文化の祭典第14回
全国中学校総合文化祭沖縄大会第20回沖縄県中学校総合文化祭が12月13日土曜日、14日日曜日の両日、浦添市手だこホールにて開催されます。今回全国大会が沖縄県で開催、全国各地からよりすぐりの中学生が郷土芸能や吹奏楽、演劇、ダンス、意見発表など文化芸術活動を披露します。今回4回目となる中継は南西中学校、小倉中学校、西原中学校、中西中学校の4校の生徒がインターネットで生中継、両日とも朝9時から午後4時まで会場から世界中に配信。沖縄県中学校総合文化祭の模様はFM 読谷のホームページからご覧になれます。はい、ということで、今月ね、13日14日の2日間浦添手だこホールでね、また子どもたちをまたね応援してあげてくださいということです。はい、さあね、はい、あっという間にも番組も半分をクリアしました、ね、うんうん、おしゃべりしてると、ね、この時間をね、ね、ほんとね、うん、気にしてるつもりが、うん、なかなかこうね、うん、あのおしゃべりと、うん、この音楽とこのね時間のこの、ね、本当ですね、それをね、うん、こう3つもこう同時に意識してこう、うん、やるっていうのがこう、うん、まだ身についていない、はい、いいわけなんですけれどもね、はい、でも、うん、まあ ね、淡々と番組はね、うん、はい、進んでますが、はい、さ、うん、さっきのお話の続き、うん、続きね、うん、何でしたっけ、あの紫色のね、うん、あのお野菜には、お野菜にはね、うん、やっぱりあのなんていうのかな、あの積極的にね、うん、食べた方がいいよって。そうそうそう、あの植物にはね、うん、自分の、うん、その虫から自分を守ったりとかね、うんうん、そういうその、うん、パワーがあるのが、うん、まあ、ポリフェノールっていうのかな、うん、ね、そういうことで、はい、でつい最近ね、うん、実は、うん、あの私チキナーが、うん、からしナーがとっても大好きなんですよ、うん、とにかく緑の葉っぱの炒め物っていうのがもう大好物なんで、私のお家のアタイゴアに根気を入れまして、入れてくれる人がいまして、ね、はい、勝手に来てやってくれる人がいまして、はい、本当にありがたい、うん、ね、はい、であの草が生える前にと思って、うん、ほうれん草とからし菜の種を買ってまいりまして、うんうん、一応、うん、上手に巻いたつもりが、うんうん、もうやっぱりこう、はい、集中したり、はいはい、まばらになって、はいはい、ここはないのにここにぐじゅぐじゅってこうやってたりとかってね、うんうん、あるけれども、うん、一雨一雨ごとにやっぱり自然の恵みってすごいなって思ったんですが、うんうん、はい、ここ最近雨がねずっと降ったりしてるので、うんうんうん、うちのトーナバーは、うんうん、トーナバーは元気もりもり、へ、そう、それで、うんうん、つい昨日、うんうん、一昨日かな、うん、2日昨日一昨日かな、うん、収穫したんです、初収穫をしたんですね、うん、あまり小さいと、うん、あのもうた、うん、食べる量が少ないから、うん、ない日はマギコナチカっていう感じでね、うん、成長させまして、はい、まあ、いい具合に成長したので、うん、食べたんですね、収穫してね、いいね、収穫するときにこう根っこをこう引っ張るときに、うん、まあね、うん、雨降ってるからもう抜きやすいんだけれども、うん、抜くときに、うん、この本当にからし菜の、うんうんうん、匂いがするの、うん、キュキーンってなんか鼻にくるような、うん、そうよね、うん、あの匂いがあるんです、はいはいはい、うわ、そしてね、幸せね、うん、収穫をしてるそのトナバーがよ、カラシナがよ、うん、あのなんか葉っぱにトゲトゲみたいなのがある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 、ね、あるね、普通スーパーで買うこのカラシナなんていうのは、うん、そういうのは感じないけれども、ね、うん、やっぱりね、うん、あのうん、もう野生じゃないけれども、はいはいはい、まあ、そんな風にね、うんうん、あの育った野菜っていうのは、うんうん、あの本来のなんか栄養というか力というか、うんうん、特徴をそのまんま、うんうん、あの持っているのかななんて、うんうん、あの大量に生産するものよりもね、はい、ね、はい、そうですね、うん、っていうような気がして、うんうん、本当にあの炒めててもね、あの、うん、あのからし菜の匂いがね、うん、あの食べててもこう感じるんですよ、うん、幸せです、ね、自分だってね、自分でさ、うん、作った、あの自分の畑にさ、うん、作って、うん、
出来上がったっていうかね、そうそうそう、取ってそれをね調理して食べるっていうのもなんて幸せ、うん、幸せです、うん、美味しかったです。何を入れて、シーチキンかなんかで、シーチキン入れて、うん、豆腐も入れて、うん、美味しそうね、美味しい、あ、美味しそう、はい、お昼食べてないから食べたい、今日だからね食べました、うんうん、いいね、普段は朝食べないけれども、うん、今日は、うん、炒めておけばね、まあ、子供たちも来てるので、孫も来てるので、と思って一品は東南米入りちゃうね、鍋に作っておいたので、はい、適当に食べてると思うんですが、ねはい、ということで、やっぱりね、違うなって、やっぱり自分で、このね、作るのと、この大量に作るものとのこの違いっていうのもね、感じるので、できるだけこう家庭菜園で、作るとまたね、ね、いいかなって。思ったりもします ね, ね, ねで一言、うん、またばあちゃんが作ったお野菜よってこう孫に行って食べさせてあげるっていうのもまたいいと思うんです ね, ね, ですね、うん、いつかね、うん、大人になった時にさ、うんうん、おばあちゃんが作ったね、うん、これだってどこ神奈川かね、愛知県でしょ、うん、だって東南ばあっていうのは沖縄の野菜でしょ、あるかな、わかんないけど、うん、ないんじゃない、うんうん、それを思い出してね、うん、ね、フローレンスのことヨシって言われてます、ヨシって言われてます、あ、そうか、ヨシね、はい、うん、まあ、ヨシババが作ったね、はい、うん、トーナバーのイリちゃんよってまたそのトワ君が大人になって、ね、喜んで ね, んね、文句言わずにね、うん、食べてました、まだ3歳半なんですか、うん、文句言わなかった、辛いとかなんとかって、うん、幸せ、はい、やっぱり小さい時のこの食、ね、うん、ですね、習慣っていうのがね、はい、この今後のこのあれにね、はい、つながっていくので、はい、何でも食べれるように ね, うねっていうのは大事だと思います ね, ね、はい、ですから、うん、ばあちゃんじいちゃんは一生懸命こう与えわれ野菜を作って、はい、子供たちに孫たちにね、うん、まあ、食べさせるっていうのはすごくいいと思います ね,、うんうん、ですね、はい、はい、では、はい、曲いきましょう、はい、いきましょう、はい、岩崎宏美さんの、はい、夢、はい、狩り人、はい、ではお聞きください、ね、はい、
はい、久しぶりに聞いた感じですね。岩崎ひろみさんのね、うん、夢カリウドでした。カリビトではなくてカリウドでしたね。そうですね、はい、訂正します。はい、それではね、はい、とてもまたね、うん、素敵な歌があるので聴いていただこうかなと思っているんですけれどもね、はい、もうね、ね、聞きましょうかね。そうね、三代さやかさんという方の歌ですが、うんうん、幸せ探してっていうすごくいい歌です、はい、いい歌ね。はい、先ほどね、うん、おかけした、ねうん幸せの花っていう ね歌がすごく最近
うん、うちのいとこがね、うん、歌ってて、うん、これもいい歌だよって言って、うん、教えてくれて、はい、今日はい、おかけすることができたんですが、うんうん、ちょっと中途半端でね、うん、2番の歌詞までしかお聞きいただけなかったですけれどもね、はいはいはい、いろいろありましたと。三代さやかさんというとっても綺麗な方なんですけれどもね、三代さやかさん、そうそうそう、ね、いろいろありました。うん、恋もしました。いろいろありましたね、と、ね、いうことで、まあ、12月、うんね、今日は、まあ、今日はね、うん、12日、うんうん、一体何の日でしょうか、うん、皆さん、うん、12月12、そう、1212ってね、はいはいはい、足並みを揃えて、うん、2人で仲良く、はい、頑張りなさいと、はい、結婚の、うん、祝、うんうん、辞を、はい、はい、ね、はい、いただきながら33年前、結婚式をした日が12月12日で、今日なんです、まあ、おめでとうございます。はい、私事ですが、本当、うん、あ、それで、うん、その、ね、1212でその日に結婚式をしようということで、うん、まあそうでもないんですが、うん、たまたまね、うん、まあ、土曜日とかに、うん、多分土曜日か日曜日に当たっていたと思うので、まあ、12月に結婚したんですが、うん、まあ、もう一人ね、この12月12日のね、うん、結婚記念日の人がいるんですよ、うん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 、それがね、はい、バンジュのアイラさん。あ、そうなの、うん、あら、じゃあアイラさん、40年近いそうです。本当に、じゃあ、はい、ね、アイラさん、ご結婚じゃない、おめでとうございます。ご結婚じゃないでしょ、結婚記念日、おめでとうございます。おめでとうございます。これからも仲良く2人で、ね、親、ね、孫と楽しく、はい、この町で生きてください、うん、そう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 、はい、ね、でキャサリンも12月だってね、そうなの、私は来週、うん、来週になるんでしょうか、21日だそうでございます、うん、12じゃなくて逆のね、うんうん、21でね、はい、うん、そうなんです、そう、12ほんとね、はい、まあ偶然ね、それもね、またそうですね、うん、はい、まあ、それぞれ皆さんね、うん、いろんな記念日があると思うんですけれども、うん、はい、やっぱりそういうのもね、はい、やっぱりですね、男性、うん、はい、やっぱりね、はい、意識をして、ね、本当ですよ、本当にささやかでもいいからね、うん、こう何かをね、うん、こう言葉をかけるとか、うん、ちっちゃなものでもいいから、うん、こうね、さりげなくあげるってね、うん、女性の心をですね、そうなんですよ、私のほら、ね、友達ね、うん、高子って言うんだけども、うん、いつもね、結婚記念日にはご主人がね、うん、お花を買ってくるんですってよ。そうなんですか。いいね。いいですね。いいですね。ね、私ね、うん、真っ赤なバラが好きだから、シンクのバラが好きだから、うん、毎年、うんうんうん、やってくれてたら、ね、毎年新鮮な気持ちで、ね、かなって思ったりするけれども、34本一度だけありました。本当、うん。バラの花束。あら、いいじゃないですか。いいじゃない、一度でもあったわけだから。一度でもあったんだからね。はい、続いてますから、継続中です。じゃあ多分今日あたり、今夜あたり。さあ、どうでしょう、ね、ちょっと冷ややかな、どうでしょう、ご主人様待ってます、はい、ねえ、うん、ねえ、きっと聞いてるかもよ、そうですね、うん、はい、うん、ね、楽しみに、バックではね、二輪奏が流れてるんですけれども ね、はい、うん、仲良く、そんな風にです ね、はい、喧嘩したって仲良くね、うん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 、頑張って、うん、ね、ね、楽しいその家庭っていうのはね、すごく、はいはい、やっぱり働く、うん、ね、うんうん、意味はそこにあるわけですから、そうですね、うん、ね、これからね、うん、またね、何十年ともにね、寄り添って、ね、うん、寄り添ってね、おじいちゃんとおばあちゃんこの町でっていう止まったでしょう。そうなんですね。はい、ね、そうですね。はい、はい、まあ、ね、うん、二輪草っていう歌もね、うん、夫婦が仲良くね、うん、花を咲かせていくっていうね、うん、ですね。歌ですけれどもね、はい、聞きましょうか。流れてます、うん、もう終わりました、もうお別れのお時間がね、近づいてきたんです、はい、じゃあもう何この町で、そうなの、うん、おじいちゃんとこの町でおじいちゃんになっておばあちゃんになってね、なりましたけどね、うん、おかげさまでなりましたけれどもね、うんうんうん、今度はね、うん、また何 おじいちゃんお孫ちゃんができて、うん、またそのねお孫ちゃんがね、うん、大人になって、うん、
何になるの私たちは。ひいおばあちゃん。あのそうか、あのひいばあちゃん。そうそうそう、うん、あの昨日ね、うん、昨日おとといだったかな、あの、うん、新聞にあのいろんなホームプラザとかいろんな、うんうん、タイムス新聞がこうついてくるじゃないですか、うんうん、そこに、うん、いろんな人がこうね、うん、あの菜食顕微とかこう出てくるじゃないですか、うんうん、そこでちらっと見た時に、うんうん、あのすごく素敵な女性がね、うんうん、あの出てたんですけれども、うんうん、あのその中でこう見たこの言葉なんだけど、うんうん、自分たちってさ、うん、あの DNA を私たちね、うん、夫婦の DNA を子供に渡せるものはそれ、うんうん、そうですね、うんうんうん、そうですよね、それなくならないんです、はい、なくならないね、うん、お金とかね、土地とかって言ったっていずれはなくなったりするんだけども、うんうんはいはい、唯一残せるのは DNA なんです、うんね、だからそれをまた、うんうん、その子供たちが、うん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 、次の孫たちにしっかりと、はいはい、ね、その生き方とか本当だから私たち、ね、うちの生き方とか考え方とかね、うん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 、大事に大事に、ね、絶やさずに、うん、本当で健康でね、うんうん、本当に健康な DNA というのもね、そうそうそう、やっぱり受け継いでいかれるわけでしょ、うんね、そうなんで、それがね、うん、やっぱり食べるもの、うんうんはいうん、食べ物、うんタンパク質、そうですよね、ね、うん、生命の基本、うんうんうん、タンパク質やミネラルや、はい、ミネラル、ね、それをしっかりね、うんあのまあ、さっきのこの糖の場合じゃないけど、うん、それから取るのもよし、そうで取れなければ、うんまあ、サプリメントというのもあるんで、ね、あの活用する方法も ね, ねすごく大事かなって思ったりするんですが、うん、本当に大地の恵み、うんうん、はい、うんあの本当にあのお年寄りがね、はい、あの畑をして、はい、してたら元気になるっていうのも、うん、やっぱり、うん、その大地からの、はい、あのその大地の木、うん、木みたいなものも土からあるかもしれないし、ねうん、あの本当に天の恵みね、うん、自然のね太陽の光とかね、うんうんうん、そうですね、あのやっぱりその雨、うんはい、潮風、うんうん、たくましく育つ、うんうん、ね、うん、そうそうそう力こもってます、そう自然の虫たちも植物がたくましくなるために、ねうんね、お互いにこう、うんうん、頑張るわけですよ、はい、食べたり食べられたりしながら自分を守ったりとかしながらね、うんうん、だから自然の中にあるものってすごく自然そのもの、うん、時にはね、やっぱりこうだからね、取り入れてあの、はい、自然にね、うん、あの耳を傾けて、うん、何を欲してるのかっていうのをまたあの楽なリラックスした気持ちでね、うん、あの接してね、うん、あの上げる体をね、うん、というのもまた心身ともに、はい、いいですよね。そうです、はい、ということで、はいまあ、今週末はね、まあ、そんな風に自然に触れたりとか、うんうんうんねうんはい、ちょっとリラックスができるように、はいねはい、耳を傾けて、はい、自然の声を聞きながら、聞きながら、うん、楽しい週末を、はい、お過ごしいただけたらと思います、ねはいはいはい、もうそろそろもうお時間ですね、はい、ではまた来週、来週、うん、また元気にスタジオに来ますから、はい、その時お耳に、お耳にかかりましょう、かかりましょう、はい、ということで良い週末を、はい、お過ごしください。さよなら。さよなら。